ビートナイトです。この度はご視聴ありがとうございます。ちょっとね、報告が遅くなってしまったんですが、私の YouTube チャンネルついにね、5000人を突破いたしました。ありがとうございます。1ヶ月ぐらい前に4000人を突破したみたいなご報告をしたと思うんですけど、ここ最近ね、チャンネル登録者数が増えまして、本当にね、ありがたい限りでございます。これからもね、面白い動画をね、上げていきたいと思いますのでね、ぜひご視聴よろしくお願いいたします。で、今週なんですけど、雨が多くてなかなかね、外の撮影行けなかったんですよ。で、リクエストで僕の好きな YouTube チャンネルとか YouTuber をね、紹介してほしいというね、リクエストがあったんですけど、撮影したんですよ。ただね、ちょっと、いろいろ考えまして、まあ別の機会にね、それは紹介していきたいと思います。で、こうたまにこう雨とかもあったり、まあどんなものを撮影しようかなって考えるんですけど、どうしてもね、僕一人の頭だとなかなかね、アイデアが偏ってしまったりするので、こういったね、リクエストをいただけると本当に助かります。ですので、もしね、リクエストなどがありましたらね、下のコメント欄にね、残していただければと思います。で、本日なんですけども、皆さん、工場萌えって知ってます？これは何なんですかね。まあ多分女性の方でも好きな方いらっしゃると思うんですけど、これは男の子の佐賀ですかね。あのでっかい機械とか工場のこの機械した感じっていうのにね、やっぱりこう燃えちゃうんですよね。たまにあの工場萌えみたいな本が出てたりすると、僕ちょっと見てしまったりするんですよ。本日はね、その撮影にね、行きたいと思います。で、僕これ2ヶ月くらい前に買ったのかな。ただまあ全然紹介してなくて、このサムヤンのね、12mm2.0、APS-C 用のね、レンズなんですけど、これはね、マニュアルでフォーカスを合わせなきゃいけないんですけど、まあなのですごくね、安く購入できました。多分3万ちょっととかじゃないかな。まあ今日はテスト撮影にね、行きたいと思います。あとこのシグマの18mm35mm1.8 透視のね、レンズ、こいつも明るいレンズなんで夜の撮影に強いんじゃないかなと思うので、はい、こいつを持って撮影に行きたいと思います。で、工場を撮影しに行くんですけど、まあ撮影しに行く場所が四日市市にあるね、いわゆる工業地域みたいなところがあるんですけど、そこがね、結構有名なスポットなので、そこでね、撮影してみたいと思います。時間が今夜の1時ぐらいなんですけど、こっから1時間ぐらいはかかるんで、あんまりね、撮影する時間がないんですね。あとね、ちょっと夜の撮影自体がそんなに慣れてないので、ちょっとどうなるものかわかりませんが、あとね、ちょっとドローンを持ってね、行きたいと思います。まあそこで撮影することはできないんですが、四日市市から下っていくと津市というところがあるので、そこだとね、ドローンが飛ばせるので、僕海でドローン飛ばしたことないんですよ。はい、それでは行ってまいります。はい、どうも、ビートナイトです。今ね、四日市市の、これはどこになるんですかね。まあ、工場萌えですよ。ガンガン音鳴っててごめんなさいね。まあ、初めてね、こうやって工場地帯でこう撮影するんですけど、こう機械がね、こうガチャガチャあるみたいな、でっかい工場みたいなものって、やっぱワクワクしますね。これからね、写真の撮影も行こうと思います。撮影できて2時間ぐらいだと思うので、ちょっと急いでね、行ってみたいと思います。
感じでね、工場萌えというか、まあ、工場のね撮影に来たんですけど、思いのほか時間かかりまして、もう朝になっちゃいましたね。まああの工場の撮影はできるんですけど、まあその工場プラス夜景の撮影っていうのはちょっと難しいので、まあこんなもんかな、工場撮影は。あとドローンのね撮影をしたいんですけど、この辺りドローンを飛ばせる場所がほとんどないので、まあなのでドローンが飛ばせるようなところに移動して、まあドローンのね撮影をして今日は締めたいと思います。I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feelKnowing that it's not just you, it's me. Cause I was made to be free. I am made to be free. I am made to be free.戻ってまいりました。いや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 、なかなか長旅でございましたね。でも1時間半ぐらいかな、まあ深夜だったんで1時間半もかからないぐらいには着いたんですけど、どうしてもねちょっと撮影時間が短かったので、またぜひねリベンジします。でこのサムヤのレンズ、これどうしてもねマニュアルフォーカスなんで、フォーカスはね設定しないといけないんですけど、ただこの写真とかすごくないですか。これめっちゃ広角で綺麗に撮れるなと思って、次はねぜひこのレンズを使ってね星の撮影をしてみたいと思います。はい、本日の動画は以上でございます。もしね面白かったらグッドボタンお願いいたします。 Twitter、Instagram やってますんでね、気軽にフォローしてください。コメントもね気軽に残してください。チャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。バイ。